スノーマン、佐久間大介、朗読劇、フィーンド、フレンドイン20フェイセス。出演決まる、名だたる声優の皆さんと出演、楽しみにしていて。人気グループ、スノーマンの佐久間大介、32、が朗読劇、フィーンド、フレンドイン20フェイセスに出演する。江戸川乱歩の名作ミステリー、怪人二十面相をモチーフにしたオリジナルストーリーで、佐久間は名探偵、明智小五郎と怪人二十面相の狭間で揺れ動くオリジナルキャラクターを演じる。東京公演は来年1月30日から2月2日までシアターミラノ座で上演される。演出家の野坂実さんが代表を務める野坂ラボ初のオリジナル作品、怪人二十面相の遠藤平吉役を山寺宏一、63と山口勝平、59が W キャストで務めるほか、明智小五郎役も W キャストで井上和彦、70と大塚明夫、64、明治の優秀な助手、小林義雄役を梶裕貴、39と豪華な声優陣が演じる。アニメ好きで声優としても活躍する佐久間は、名だたる声優の皆さんと肩を並べて今回出演させていただくこの朗読劇。